写真拡大。日本プロフェッショナル野球組織がコミッショナー表彰として試合をスピーディーに進めた選手、チームに贈るスピードアップ賞の表彰式が27日、都内で行われた。投手部門ではレギュラーシーズンにおいて無走者時に最も平均投球間隔が短かった投手として巨人メルセデス投手 9.2 秒、ソフトバンク高橋彩投手 10.0 秒が選出。野手部門ではレギュラーシーズンにおいて無走者時に最も相手投手の平均投球間隔が短かった打者として DeNA 大和内野手11.8秒、オリックス福田内野手12.55秒が選出された。チームでは最も平均試合時間9回試合のみが短かったチームとして中日3時間9分、オリックス3時間13分が表彰された。斉藤コミッショナーからトロフィーを手渡された高橋礼は、テンポはすごく意識してシーズン中からやっていたと振り返り、テンポを意識することで野手の肩も守りやすくなるし、攻撃もいいリズムでいけると思う。もっと早く投げられると思うとさらなるテンポアップを言った。